長安大学は、中華人民共和国宣生小西安市にある、公立大学である。大学の略称は長大である。2000年4月18日に、西安高路交通大学、西安工程学院、西北立地区工程学院の3大学が合併し、 名称、長安大学となる http コロンスラッシュスラッシュ w w w c h d e d u c n スラッシュ35例スラッシュリスト .htm。長安は、中国のこと名である。現在の先生賞のショート西安市に相当する。合併前は、西安航路交通大学は、交通部、西安工程学院は、国土資源部、西北立地区工程学院は、 建設部に属していたが、合併して、長安大学になってからは、教育部に所属することになった。しかしながら、現在も、教育部のみならず、交通運輸部、国土資源部、住宅都市建設部及び、先制省政府により、中国の国家優先教育プログラム211、校帝の指定校として、重点的に支援されている。また、 985校庭にも指定されている。5つのキャンパスを持つ大学である。中国国内では特に工学の研究で有名で、5つの国家重点学科、26個の武将90点学科を持っている。2015年時点で学校の面積は3745世。学生数は約3.4万人である。大学として、自教不足、求心務み、 団結奮進、追求卓越の精神を掲げて、教育を推進してきた結果、社会的に一定の名声を得ている、と大学のホームページに記載されている。中国国内大学の中に、唯一の自動車総合試験場を持っている。伊水キャンパス図書館と、広場前景。ありがとうございます。